スイカは昔から叩いて軽い音がすると甘いなどと言われていますが、プロでも音だけで判断するのは難しいそうです。甘みや食感など好みは人それぞれのため絶対的な基準ではないですが、今回はスイカを見た目で判断するときに分かりやすい目安となるような3つのポイントをご紹介します。一つ目は、スイカには独特の縞模様がありますが、この縞模様の色が濃く地の緑との境がはっきりしているものは甘いスイカの傾向があります。2つ目も縞模様がポイントです。スイカの表面を軽く触った時に縞模様がデコボコしているのが感じられると思いますが、このデコボコがはっきりしているものほどよく熟していて甘くなっている傾向があります。そして3つ目のポイントはつるです。つるの付け根がくぼんで周りが盛り上がっているものは完熟しているサインです。最近ではつるがついたままで売られているものは少ないので分かりにくいですが、つるがカットされた部分がくぼんでいるものはよく熟しているという目安になります。またつるが緑に近い色で形の良いものはより新鮮な傾向があります。厳しい暑さを乗り切るために甘くて美味しいスイカを見分けてたっぷりいただきましょう。今回ご紹介したトピックスはお天気アプリウェザーニュースのお天気ニュースチャンネルからご覧いただけます。